早弁です。今日は秋田県仙北市角館のルーシーカンパニーさんに来ております。こちらね、秋田パンとケーキの店として有名なんですけれども、ちょうどね、恵方巻田さんが主催しているスタンプラリーがありまして、意外ともう埋まってきてるんですけれどもね、ここでね、ルーシーカンパニーさんも入ってて、角館バーガーとかもあるようなので食べてみようと思っております。買ってきました。こちらは角館バーガーですね。チーズバーガーもあるようですけどね、プレーンのやつを買ってみました。向きはこっちか、シールはね、美味しそうですね。こちらですね、バーガー、おー、美味しそう。いただきます。肉質がいいな。肉の味が結構グッときますね。で、マヨネーズとサルサソースかな、入ってますね。レタスのシャキシャキ感もいいですね。ちょっとオーロラソースっぽくなってるのかな。美味しい美味しい。食べていきます。いや、美味しかったですね。で、あと店内の方もね、あのスイーツとか結構焼いてて甘い香りがしてね、菓子も美味しいんだろうなっていう感じがしました。あと店主の方もね、すごいフレンドリーでね、いい感じのお店ですね。またちょっと角館を売るときにはね、ちょっとデザートにあのパンダとか以外にもね、ケーキも買ってみようかなと思いましたね。ということで、ね、美味しくいただきました。ルーシーカンパニーさん、これからも頑張ってください。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。やっぱな。